よよみさんとシャトイヨー、俺がめちゃいけるウェーブインダハウスよ。はい、今回はホットサンドメーカーを使ってスタミナサンド作ります。ヒビビゴー。ウェッジさん、はい、おはようございます。ただいまの時刻、朝の7時です。そして天気は雨なので自宅です。最近は季節の変わり目、そしてこれからどんどん暑くなっていくんでね、スタミナが必要です。なので今回は最近全然使ってなかったホットサンドメーカーを使って超簡単でバカうまなスタミナサンドを作ろうと思います。材料がこちら。贅沢に牛バラ切り落としです。 10% オフ。そして調味料がもうベースが焼肉のタレです。これがベースでブラックペッパー、マヨネーズでチーズか。このバターは焼く前にホットサンドメーカー塗るようです。でパンね。すぐ終わるぞ。まあ朝だからちゃちゃっとやって食べましょう。朝からスタミナサンド、まあ頑張ろう。よし、張り切っていこう。元気ねえ。まあしょうがねえ、朝だから。じゃあ作っていきましょう。レッツクッキン、 Here we go。もう一連でやっちゃいましょう。まずこのホットサンドメーカーにバター塗ります。塗り塗り両面、こんなもんか。次牛ですね。ちょっと待って、白のタンクトップだからな、これ閉じよう。絶対跳ねるからな俺は。こっちょこちょいだから。ちょっとすいませんね、朝なんで頭がちょっと回ってないんですけど。すいません。これでいっぴゃ。じゃあ牛焼こう。業務用ですから量が多い。あんま暴走列車でこれ量やってくと挟めなくなるもんな。それも計算しながらやんないと。どんぐらいの量にするか。でもいっぱい食べたいよね朝から。ワイルドだぜ。パラパラパラ、もうちょっと行こう。今までの経験を生かさないといけないぞ。オナミもうこんなもんにしよう。はい、牛終了。よし、落とさないように気をつけろよ。着火、カモンカモン。早く熱さらえろ。ほんと久々だな、ホットサンドメーカー使わないとね。ちゃんと悪くなっちゃうからなんないけど、かわいそうだから道具はちゃんと使わないと。はい、もうグズグズいってきました。贅沢だぜ。本当はこれ外でやりたいんだけどね、しょうがねえ雨だから。いい音してんじゃん。これはある程度火を通します。ただ気をつけろ、畳だからな。跳ねるな結構。よし、ここで味付け。エバラ黄金の味、中辛。 Here we go。 こぼすなよ。怖い。今度は外でやりたいんです俺。これちょっと鳴らしてね。はい、次パン。とりあえず1枚ね、上にドボン。よし、これで蓋して。やだな、怖いな。はい、これでひっくり返します。あらよっと。まあなるわな、そういう風に。おい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 、畳が。とりあえずパン側を焦げ目がつくまで。どうだろう、あんまやりすぎてもね。チェックします。ポップザフタ。あ、いいじゃんいいじゃん、きれいきれい。じゃあこれひっくり返してチーズ乗せます。2回目の味付けですね。おいおいおい事前に出しときゃよかった。チーズ乗せてマヨ。うぃ、ブラックペッパー。うぃ、そしてパン。ズドン、挟むぞ。はまるか、強引に。 Going my way。 あらよっと。でまた焼く。 Here we go。 ズドン、あーぷしゅ。あー、やっぱ跳ねてんな、くそ。ちょっとテンパりましたね。ふう、焦ったぜ。でももちろんもうすでにいい匂いですよ。10分かかってないんじゃない。そろそろ一品。じゃあ火止めて、おっ、じゃあ焼き加減チェックしてみましょう。オープンザフタ。いいじゃんいいじゃん。オッケーオッケー、完成です。じゃあこれカットして食べましょう。あらよっと。おー、綺麗。どんな感じでしょうね、切ってみましょう。よくあるじゃないですかこれ、切る前に
この音 ASMR っていうのをちょっとやってみたかった。まあそれだけなんですけどね。はい、じゃあカット。熱い、包丁切れねえ。うわ、いい匂い。よし、熱々、熱い、あらよっと、できた。さあさあさあ食べていきましょう。まあね、プロテインもいきましょうよ。朝からそんなぜいい音、切りながらでシャキッとしてね。ヒビビゴー。黄金炭酸水輝いてますね。うわ、このチーズがいい感じに溶けてたまんねえなおい。じゃあいただきます。ヒビビゴー。ガッツボール入りました、ありがとうございます。マジでバカうま。まあ失敗するはずがないもんね、焼肉のタレだもん。うわ、牛バラうま。もう信じられない、もうありがとう。うん、肉もちょうどいい、柔らかい。チーズたっぷり入ってマヨネーズも入ってるから外はサクサク、中ふわふわ、サクふわなんですよ。でブラックペッパーも入ってるんでスパイシーさがアクセントになってるんですね。バカうまです。うん、うわ最高すぎる。全然朝でも余裕だなこれ。うま、ビール進んじゃうよ。うん、もうコメントもいらないね。うまいもん、わかるでしょ、味も。止まんない、食の暴走列車。おいおいおい、もう終わっちゃうよ、あっという間だな。はんがなーの、ペロリ、ごちそうさまでした。はい、スタミナサンド大波でした。まあ味は決まってるんで気にするのは焼き加減だけですからね。誰でも作れる超簡単スタミナサンドです。食べる前はこれ朝からだと重いかなと思ったんだけど、なんのことはない、あっという間にペロリでした。腹持ちもいいよ、しかもビールも進んじゃうんだから信じられない。信じてあげて。ホットサンドはいろんな使い方があるんだなとしみじみ改めて思いました。ただやっぱり家の中でやるもんじゃないですね。結構飛び跳ねました、分かってたことだけど。撮影終わったら掃除します。皆さんはぜひお外で楽しんでスタミナつけてみてください。今週はこんな感じ。それでは皆さんまた来週。フェドと牛を食べれば笑い出す。もううっしっし。今日も元気にヒビビゴー。